どうもこんにちは。このチャンネルの編集を担当しているアスムです。今回からゲーム実況だけでなくゲーム情報の動画も投稿していきますので皆さんよろしくお願いします。早速ですが今回は9月発売予定のゲームソフト6000を発売日順に紹介していきます。まず最初に紹介する作品はイース9モンストリウムノクスです。任天堂スイッチ用ゲームソフトイース9モンストリウムノクスは2019年に日本ファルコム株式会社から発売された本作を任天堂スイッチに対応させた移植作です。本作はシリーズを通して主人公である赤毛の冒険家アドル・クリスティンが監獄都市バルドゥークを舞台に監獄都市とモンストリウムの謎に迫るゲームとなっています。本作で追加された新要素としてイノアクションというものがあり、垂直な壁面を軽々と駆け上がっていくイノを巨大な羽を広げることで長時間の滑空を可能にするイノを、その他にも様々なイノがあらゆる場所で使用できます。敵とのバトルだけでなくダンジョンのギミック解除や街中での探索にも役立ちます。またキャラ操作に自信がない方向けに足場が追加されるなどのアシストモードや途中から変更可能な難易度設定も用意されており、アクションが苦手な初心者の方からやりがいを求めるアクションマニアな方まで楽しく遊べる作品となっています。第1作から30年以上にわたって続くイースシリーズ、シリーズのファンの方はもちろん本作からプレイされる方でも十分楽しめる作品です。続いて紹介する作品はテイルズ・オブ・アライズです。テイルズ・オブ・アライズは1995年に第1作が発売されたテイルズ・オブシリーズの最新作で、シリーズの伝統の継承に加え大幅な進化を遂げた作品です。本作は自然あふれる豊かな大地に覆われた星ダナに住む主人公のアルフェンと、そのダナと隣り合うもう一つの星レナに住むヒロインのシオンの出会いから2つの星の運命を揺るがす物語が始まります。本作はオープンワールド形式ではなく、特定の箇所に進むと別のマップに切り替わるという伝統的な RPG の作りを踏襲しており、バトルではシリーズ従来のエンカウント形式を採用しています。スタイリッシュさとアクションの手触り感を強化し、共闘の爽快感を追求したバトルシステムや表現力が大幅進化したフェイシャル CG でキャラクターへの共感を高めた壮大なドラマも大きな魅力となっています。8月18日より体験版が配信されている本作、体験版では料理やスキッドムーピーの確認といった野営機能や戦闘をプレイすることが可能であり、戦闘はチュートリアルも実装されているのでシリーズ初心者の方でも問題なくプレイすることができます。購入を検討している方はぜひそちらで実際にプレイしてみましょう。続いて紹介する作品はお裾を開けるメイドインマリオです。お裾を開けるメイドインマリオは次々に出現するプチゲームを連続でクリアしていくメイドインマリオシリーズの最新作です。操作で使われるのは左スティックと A ボタンのみであり、アクションゲームに馴染みのない方でも気軽に楽しむことができます。本作ではスイッチのお裾分け機能によりシリーズ初となる2人同時プレイも可能となっており、協力したり役割分担をしたりと家族や友達と一緒に盛り上がれる作品となっています。メイドインマリオシリーズではおなじみのキャラクターを操作できる本作は、各キャラクターが固有のアクションを持っており、同じプチゲームでも攻略方法が異なります。プチゲームは200種類以上用意されていますが、各キャラクターの固有のアクションにより長く遊ぶことができます。200種類以上のプチゲームに挑むストーリーモード、最大4人での対戦協力が可能なバラエティモード、世界中のライバルと真剣勝負が楽しめるワリオカップなどが用意されています。
8月20日より体験版が配信された本作。プチゲームの一部をワリオたちをはじめとする数種類のキャラクターを操作して遊ぶことが可能なため、購入を検討している方はぜひそちらで実際にプレイしてみましょう。続いて紹介する作品は二の国2レバナントキングダムオールインワンエディションです。任天堂スイッチ用ゲームソフト二の国2レバナントキングダムオールインワンエディションはプレイステーション4版および PC 版にて過去に配信された全ての DLC が収録された完全版です。さらに本作ではプレイステーション4版で限定特典だった特別な装備やアイテムもゲーム内で簡単に受け取ることが可能となっています。本作は陰謀により国を追われた幼き王エヴァンが大切な存在との別れを経て偉大な王となり巨悪を討つまでの物語を描いた作品です。二の国シリーズは2010年に第1作がレベル5より発売され、スタジオジブリが制作協力をしている RPG でアニメ映画も制作されています。豪華スタッフが送る映画級のファンタジー RPG である二の国、流麗なグラフィックと王道のストーリーをぜひ体験してみましょう。続いて紹介する作品はケナ・ブリッジ・オブ・スピリッツです。ケナ・ブリッジ・オブ・スピリッツは探検とハイペースな戦闘が満載の魅力的な世界で繰り広げられる三人称視点の 3D アクションアドベンチャーゲームです。本作は若きスピリットガイドであるケナが聖なる山の神殿を求めて荒れ果てた村を旅し、さまよえるスピリットたちが囚われている生い茂る森に潜む忘れられたコミュニティの秘密を解き明かすために奮闘するという作品となっています。本作のバトルシステムとして魔法の杖や魔法の矢を使った戦い、そしてロットと呼ばれる小さな精霊たちのチームを編成し、その精霊たちの能力を向上させることで環境を変化させた戦いなどができます。ロットは臆病で幻想的な精霊たちで森の至る所にいます。彼らは死者を分解し物を腐らせることによって調和を保っています。とても14人の小規模なインディースタジオで開発されたとは思えないほど高クオリティな本作、ディズニー映画のような美麗なグラフィックと壮大なストーリーをぜひ体験してみましょう。最後に紹介する作品はロストジャッジメント裁かれざる記憶です。ロストジャッジメント裁かれざる記憶は俳優アーティストの木村拓哉さんが主役を演じるジャッジアイズシリーズの最新作です。本作の物語はいろいろな不条理や正義とは何なのかといったセンシティブな内容がテーマとなっています。龍が如くスタジオが制作する本作では同シリーズ同様に豪華俳優陣が起用されており、前作に引き続き出演する中尾明さんをはじめ玉木宏さん、山本浩二さん、三石健さんら豪華俳優陣が登場します。本作では前作の舞台である東京神室町に加えて新たに横浜伊勢崎異人町が追加されており、行動できる範囲は神室町の3倍以上にも及び、場所ごとに異なった顔を持ちます。本作の重要部分である高校もこの町にあり、主人公である八神はそこで個性的な生徒たちと交流を持つことになります。デジタルデラックスエディションの予約購入にはアーリーアクセス券がついてくる本作、3日早くプレイすることが可能なので購入を考えている方はこちらの購入も検討してみてはいかがだったでしょうか。皆さんも9月発売の期待しているゲームがあればぜひコメントで教えてください。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。アユナのゲーム実況もありますのでそちらもぜひご覧ください。それではまた。
次回の動画でお会いしましょう。